轻松提要，前阵子我在滑手机的时候，看到九州有一个高速公路的休息站，看起来有一个超好吃的玉子烧蛋包饭，然后我就朝着文刀带我去。所以呢，今天这个影片呢，就是文刀带我去试试看这感觉超好吃的玉子烧蛋包饭。好，没有，こんにちは、るちゃんです。文刀です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。我跟文刀现在就要出发去找那个看起来超好吃的蛋包饭。これすごく美味しそうでしょ。るちゃんがずっとね食べたそうだったんで連れて行きたいと思います。ありがとう。でも結構遠いんですよ。遠い、2時間ぐらい。文刀真的很温柔，每次我说想要吃什么，不管多远，文刀都会带我去。没关系，不客气。不客气。对，你什么时候要记得谢谢不客气，对不起没关系。不客气。对，好，那我们就走吧。走吧 ，Let's go。今日はね、結構ね、運転しやすいね。明るすぎず。在来熊本之前，我都没有坐过日本的高速公路。在去山田休息站之前，因为我们两个现在肚子有一点饿，所以我们两个先来北熊本休息站吃一点东西。じゃ熊本サービスエリア来な。お腹減った。何を食べたい？サービスエリアと来たらね、揚げ物とかね。あ、確かに。ね、あそこら辺食べたいね。お、お、小籠包。小籠包食べたいね。小籠包。小籠包。小籠包。对。期待。我也好期待呢。这里就是北熊本サービスエリア，感觉整体好像没有很大。差不多是这种感觉。肉巻き有肉卷饭团，我超爱吃肉卷饭团的。これもいいな。哇，看起来好好吃哦！有黑毛和牛牛排，还有豚脚煮，还有蔬菜天妇罗，2400哎，好贵呢。一进来呢，分成两边，左边这里呢就是卖土产的，右边那里就是吃饭的地方。这家餐厅就是卖盖我们进来看到那个黑毛和牛定食，在这里。然后之外呢，还有卖呛粉、跟荞麦面、儿童餐跟猪排咖喱饭。我来这里买个肉卷饭团，一个是400日元。文丹又买了那个类似竹轮的东西啦，他就是去哪都要吃这个，之前去京都的时候也有吃。然后这个是文丹刚才车子里面看到的小笼包，可是我们觉得它看起来像肉包，我们就没有买了。然后这里也有卖加吉的牛奶跟咖啡欧蕾，在九州这边这个加吉牛乳超级有名。那我跟文丹呢就买了2瓶咖啡欧蕾，因为这个北熊本サービスエリア其实没有很大，所以我们两个就没有特别想吃的东西，就买小东西一台 Monkey's。我们两个买一个薯条。这个牛是文章上在健康游乐园吃到之后大惊讶，太好吃了，所以我们就买了它的薯条试试看。これの美味しいんだよね。熊本限定だよ。非常美味しい。2瓶咖啡欧蕾。黑川温泉是熊本这边很有名的温泉，只是我们还没去过。是文章最爱的那个类似竹轮的东西，然后是我的肉卷。握り店みたいなの大好き。我跟文章喜欢甜的，这可能比较不符合我们的心。我特别想买那些。那我爱吃看这个肉卷饭团，肉卷饭团这个要400日元。嗯哼，好吃，好好吃，就是好吃，可是没有好吃到400日元那么好吃。握り店，好吃。握り店は裏切らない。所以我们两个在吃这个熊本阿坂的牛排口味薯条。好啦，不要把我藏起来。很适合放在车子里面吃。对于北熊本サービスエリア，我自己没有很推。如果你是跟我们一样喜欢喝甜的咖啡牛奶的话，你可能比较不适合这个。大人の味です。但是这个薯条可以买，这个真的可以买，完全停不下来。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。这个这个。哎呦，好期待那个蛋包饭。オムライスは食べに来てるからね。これはまだね。お遊びです。やばい、オムライス食べるか。はい、あなた終わり。最後最後、四つ四つ四つしないと。好了，走吧，我们去找蛋包饭。每次文当开车的时候，我都怕他会无聊，然后我就会跟文当说：“我是你的收音机，你现在可以指定一个频道，然后我就专门讲那个频道的事情。”文当最近就说他已经听腻杰尼斯频道了。今日は何のチャンネルしてしますか？今日はね、ルーちゃん好きな芸能人のチャンネルしようかな。好きな話題芸人から行きましょうか。ボンドハンクすごい見てて、やっぱ一番好きのは。秋山さんとか狩野英孝とか、まあ日本に来て、あの他のバラエティを見始めて、私ここなんかやっぱり1位は狩野英孝なのかな。俺出川さん好きね。あ、出川さんめちゃ好きそう。なんか優しいおじいさんって感じ。你们看，我很喜欢这种山林的感觉，觉得心灵都被净化了，有没有？
我们到山田休息站了。到了。でも来ないかもしれないよ。え、なんで？山だよ。でもこっち下りって書いてあって、オムライス上りって書いてあったから。ああ、なるほど。ないかもしれない。そう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 。まあ一回見てみて、なかったら上りの方行けばいいし。ありがとう、ふーちゃん。そこまで調べてくれて。そこまで調べてくれて。ここ感動なポイントだよ。ファンス？ファンスは。ファンスマン？对，烦死。你恐怖？你才恐怖吧。阿布多摩乌布酱。我们现在已经回到车子里面了，果然没有卖。没有。なんかサイトには上りって書いてあったんで、まあ下りにもあったらいいかなと思ってたんですけど。結局なかった。上りに期待しましょう。一番高速から降りようか。うん。余計にもっとオムライス食べたくなったね。よかったじゃん。刚才我们出高速公路，竟然花了2930日元，还比较超快，超贵的高速公路真的好贵哦。所以我们就想说，都花了2930日元来这里了，还是出来散步一下比较好。这里风景超漂亮的，空洞啊，すごい白い。这里完全是大自然呢，好像是那种日本漫画会出现的地方哦。动漫。动漫。ここで新ちゃん踊れるね。等等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 ，真不会的呢，不讲。すごい。開放的。蜻蜓哎，好多。来了。見て、ウサギがいる。ほらあれ、なんかサーフィン乗ってる人みたい。そうかな。我们两个现在休息完了，正式要去ヤマダの登り，行きましょう。行きましょう。嗯，お腹すいたね。オムライス食べたい。オムライス。食べに行きます。到了ヤマダ登り。期待。这里跟刚才的那休息站完全不一样，好漂亮哦。然后这里也是一样，一半是餐厅，另外一半是卖土产的地方。这里有卖一口饺，而且很酷哎，它里面是博多明太子口味。然后另外呢，还有卖马的生鱼片，还有小笼包。哪里贵？得开。没它得开几块啊？我要打头。文章最爱的竹轮。那我们要买的就是这一家，一进来就会看到。来看一下它的菜单，菜单有普通的玉子烧，里面有葱，还有鸡肉跟香菇的。那我们今天要买的是这个蛋包饭，然后这个是和风日式炊饭在里面，然后是玉子烧便当跟炸鸡便当，还有炸鸡，它是已经做好的，你可以直接拿。那我们要买的是这个蛋包饭，它这个是冷的，可是它有说加热的话可以用食堂的微波炉。然后这里还有另外卖蛋，还有淋在蛋上面的酱油，就是一家鸡蛋专卖店。它这个上面好像没有写要怎么加热，可是微波炉这里有写说便当的话加热30秒到1分钟。然后我是面包花15秒到30秒，因为我跟文章都不太喜欢吃太热的，所以我们两个只加20秒。那微波炉的旁边呢有饮水机，有冷水跟热水，还有茶。买到了，买到了，买到了。さっき富ちゃんに言ったのはマクドナルド。してるよ。何時間かかった今日？三時間ぐらいかな。今日三時間かかってようやく買いましたよ。わあ、你们看。すごい。对啊。卵に包まれてる。他们这个主要就是设计成说你在车里也可以很方便的吃，是你可以用筷子拿起来吃的。いただきます。那让文章吃第一口。好吃？好吃吗？超好吃。超好吃哦。あ、これ美味しいわ。これみんなぜひ食べてほしい。高級料理店のオムライスみたいな。ちょっと想像以上だった。好好吃哦。いや、結構なんか一個でもボリュームあるからお腹いっぱいになるね。いや、これ来る価値あるね。うん。美味しい。このソースなんだろう。ソースが美味しいね。みんなはこういうオムライスが好きだからな。他昨天也吃蛋包饭。いや、めちゃめちゃ美味しいなこれ。結構オムライスこだわりがあるんですけど、デミグラスソースじゃないと嫌とか、トロトロ半熟の卵がいいとか結構あるんですけど、このは普通に美味しい。じゃあぜひ皆さん食べてみてください。サービスエリアって面白いね。うん。我以前在台湾看《黄金传说》的时候啊，都看艺人他们在全日本各地的休息站吃美食，可是因为一直住在东京的关系。一直都没有机会这样吃休息站，所以来九州第一次的去休息站的时候就超兴奋的。あこがれが実現した感じがする。よかった。全部文旦のおかげ。運転してくれるからね。よかったよかった。ありがとう。ずんだハオツ。ちょっと想像してる味と違うんだけど、美味しい。美味しかった。全然普通のケチャップじゃないね。なんか煮込んだソースで感じ。うん。煮完啦。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。我们回到车里了。我们他买了刚才那个一直想要的鲷鱼竹轮。触った感じちょっと硬いんで、自分の好きなタイプのちくわかなと思います。翼を授ける。中国語は Rainbow 给你一堆翅膀。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 これは翅膀。また熊本に引っ越してきて一つの任務完了。二人の思い出をいっぱい作りたいです。好，这支影片就这样啦。如果之后大家会经过这个ヤマダサービスエリアの上りだったら、ぜひオムライスおにぎりを食べてみてください。嗯，めちゃめちゃ美味しいです。あれ一つでお腹いっぱいになります。对，可能看起来很小一盒，可是吃下去之后，真的肚子会还蛮饱的。好，这支影片就这样子啦，我们下次影片再见，大家再见，谢谢你们今天看我们影片，拜拜。安全運転で帰ります。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。